まだあったかいから食べないよ。いいよ今。早く食った方がいい。向こうに沿わんなきゃ大事なんだよ。あったかいうち食った方がうまいよ。大事なんだよ。そうじゃあとりあえず仕事をやめてこれ食いなよ。あったか足が痛くて。ねえ。まあ、皆さん久しぶりですね。ああ、おことだ。ああ、ダメだ、もう調子悪い。散らかさないでよ、またこっちの部屋を。あんたのね、黒い部屋さ、髪の毛いっぱいで周りがね、汚いしさ、みんな拭いてきたんだよ、カビが生えちゃうから。洗濯だって向こうへ送れねえから、しょうがねえやってさ、どうしようね、くたびれちゃって。まったく大事で、まったく。今日はクーラーつけるほど暑かねえやな。夏。暑くねえだんだよ。ああ、大人くたびれちゃって腰が。やっと大人になっちゃった。600円にしたら安いですよ、これ。いいんだよ、こんな日本なんか持ってきなくたって。600円にして安いって、日本語おかしいな。ああ、くたびれた。なあ、600円だよ、さん。食うより疲れたんだよ、ちょっと。休まないと。皆さんのあれがコメントが読めねえじゃねえ、ここじゃ。久しぶりなのに。じゃあ、スマホ持ってきちゃおうか。いいよ、スマホ何度持ってくるん。それ持ってくれば分かるん。コメントが読めねえべ。ああ、疲れた。くたびれちゃったよ、俺も。もうくたくたなんだよね。それじゃお前あれなんだよ。お手で持ってちゃ食えねえべよ。何お前札持ってるの、こんなの。ああ、疲れちゃったもん。持ってる持ってる俺が。いや俺が持ってるの。コメント書いてるから。だって俺が手で持ってるの。いや、ここ置いとけばいいの。見えねえだろ、これじゃ。見えるかい。たぬきちゃん。あ、遠くめの方、アイスアウサーアイスアウサー、ヨシエさん、今日も可愛いようだって、ありがとう。サエさん、ブラックツイスト。大変な、うん、早く食えるよ、うん、ハメかよ。ヨシエさん、松坂恵子ちゃんだって。ヨシエさん、冷めるって。うん、あったかいうち食った方がうまいよ。だとコメント読まないと悪いから。あ、ねえ、こう置いとけばいい。あ、俺言うから。あ、早く食えよ、冷めるって。うるせえな、このクソ野郎。あったかいうちの方がうまいって。どれがいいんだよ。どれも一緒よ。じゃあもらって食うか、しょうがないわ。なんだこれ、サラミか。みんな同じに買ってきたん。いや、これしか600円じゃないから。ああ、どこで買ってきたの。秩父。うん。スーパーのピザで美味しくないですか。うん、わかんない。スーパーのピザで美味しくないですか。これ、ドミノピザ。ああ、いや、さ、じゃ、結構ハートだし。ドミノピザか、これ。え、そうです。じゃあ今度は熊谷まで行かなくて帰るの。まあね。つくのがつくよな。熊が30キロぐらいあるね。秩父15キロぐらい。あ、ほん。
散々ぐらいの競技。ああ、そうなんだ。うん。うん。ああ、うまいですね。皆さんの前で食べちゃ悪いですね。この間ね、リスナーさんにね、キュウリいただいた方がいらっしゃるんですけど、すいませんでしたね、男性にね、作ったのよね、あの送っていただいてね、悪くしないようにね、千切りしてね、ずっと。アルカリさん、10個やったー。なんか、ふわっち、なんだこれ、なんか出てる。ナイス、10個もす。ありがとうございます。なんか送っていただいてね、悪くしないようにね、やって、あの、食べてますからね、うん。かわいい。うん？早くもっと食いなよ。食ってんだけど今。ああ、やっぱうまいね。吉江さんね、75歳。75よ。いや、うまいっすか。うん。うまいっすか。みんなピザ好きだもんね。前好きだったけど、今は好きだけど。長生きしてねえだってありがとうございます。かわいい子ですねだって ありがとうございます。若い頃買ったもんでね、うん、歯がないからくちゃくちゃなのよね、うん、ありがとうございますね。 A ちゃんね、よせさんかわいいよだって、かわいいねだって、かわいいねだって、ありがとうございます。お前食べ過ぎて、これまだまだあとこれ3つ買ってきて、あと2つあんだよこれまだ2つあんねん、これこれよく焦げててうまいね、うん、焦げてて、どんだけ食うんだよだって、たぬきさんがお掃除ちゃん、お掃除ちゃん、吉井さん大好きですって、たぬき16号さん、ありがとうございます。あやかりさんいないんですよ、うん、かごじいちゃんいないんですよ。え、なに、なに、300、なに借金300万って書いてあるんですよ。早く食いなおめえ、なさるんだよね。早く食いなって。おなさないからね。いや、早く食いなって。絶対なさない。だけで10から、いや、早く食いなって。食うって、あと一つしかないの。いや、まだあるの。私はあの生活していけねえから、あんたに、うん。早く食うの。あんたに金払ったら。早く食いなって。食うよ、今。どけて、ほら。おめえ、いくつ食うんだよ、お前。まあ、こっちは2つ目だよ、あんた。まだ2つあるんだよ。あ？まだ2枚あるんですよ。いくつ買ったの？2で3枚だよ、3枚。2枚じゃ足んなかったよな。え？ 2 枚じゃ足んねえよな。いや、3枚買ってきたから。うん。あ、さやかが出た。あ、いつもありがとう、さやさん。300万どうすんのって書いてある。どうすんの、信号。2枚目。お前が何とかするんだよな、ね。私は払えねえからな。言っとくけど。こんな買って送ってたらしたって、私は金ねえから。はい、2枚目。利子毎月5万だって、あんたどうする？早く早く食いなって。どうするあんた。いや、早く食いなって。死んだ方がいいじゃないもん。早く食いなって。死んじゃった方がいいじゃん、あんた。あ、食った方がいいよ。死んだ方がいいじゃん、あんた。うん、食った方がいいって。あんた5万の金払えるお金じゃないでしょうからな。
もう助けなかったね、何があった早く食いになってもう親子の縁切ってもいいと思ってる。もう無理だからね、俺自分が生きていけなくなるから、もうどうでもいいよ、こんな親子もんがいねえで。俺だってお前国民健康保険税すげえで、1ヶ月4万近く払ってんだから。ほんな金取っててね、借金する事態が間違ってる。こんなことしないでね、あんた500万が貯まるよ、自分で使っても普通だら。それを何借金抱えてるなんて、どういう計算、悪いけど頭がなさすぎる。私は嫌だね、国民年金ね、国民健康保険で医者に1000円しかかかってねえんだよ。いやいや、それをおめえ早く食いなよ、これ 36,700円も払ってんだよ。早く食ったらおいしいよ、冷めちゃうとおいしくない。何じゃねえよ、やってけねえだ私、8万早く食った方がいいって8万の年金でやってけねえって言うんだよ。もう早く食えよ、あったかいうち食ったからうまいでしょうよ。食ってるよ、うるせえな。あー、さやさんから終わりが終わりが終わりが、あ、さやさん、みんなで見れると外バンク存分だし、お前がお前がお前がサムネ変わった、あざす、外バンクケン、ショウマサヨシありがとうございます。さやさん困ったもんですね、ここまで早く、早く食べる人いないですよね。ありがとうございます。おめえどうするの、おめえそういうことばっかり親にして。あーうまいな、私食ってもやっとなかんないわ。もうあと何個食べますよ。なるじゃない、もっと食えばいい。俺もう結構お腹いっぱいできたよ、はい、僕もお腹いっぱいになってきた。あー、遠くめろ、おいが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 一応さ、アイス若干還元率悪いけど総合3位ぐらいだよね、今一応アイスの方が嬉しいかもしれない。ちょっとあれ持ってきてくんない、せっかく総合3位だしね。あれ持ってきてくんないねえ、一応書いとこねえ、あれ持ってきてくんない。え、服やつこう垂らしちゃったから、あ、この大拭き、これで拭いとかねえと落ちなくなっちゃう。いや、うまく、もうやだな、しんごは今日当たり2倍でだからね。今日は当たりアイスが2倍で安いんで。うわ、服も持ってきてくんない、あんた。え、大好きだよ、これ垂らしたんだよ。垂らした、うん、落ちなくなっちゃうからよ。何を持ってきて、大好き、おかっての青いやつ、無理、こんなのほんな食えないやね、うん、いや、ここにもくっつけちゃったらもういいのよ、もうやだよ、よく汚すから。なんで、なんだよ、なんでそれ、やだよって、お前がこぼしたんだろうがよ、ねえ、なんで俺ピザ買ってきた俺のせいかい、ねえ、ピザ買ってきた俺のせいかい、お前がこぼしたんだろうがよ、むしろ買ってきてやったんだろうがよ。買ってきてね、人に対しに何か言ってる感じがするんですけど、それお前がこぼしたんだろうが。おめえよく平気な顔してられるな、310万も借金があって。俺だったら自殺するで、青くなって平気でピザ食ってんだから、ちょっと変わってるわな、この子。あと9名の方、ここ、あゆかりゃ6個月10コンボラロン、11個分だぞ。おいらっしゃい。
落ちなくなっちゃったら嫌になっちゃうな、これ。こら、落ちねえで、あんたどうしたらいいの。ピザ食って落ちなくなっちゃう。誰だよ、寄せなきゃ外出かけないんだから。デイサービス出かけるよ。だから洗えば治るでしょ。おなかいっぱいなくちゃ。明日を決めるのにここでしょ。吉江さんこっち向いてやって。誰が匿名のアイテム投げてくれたこと。あ、そうなん、私もっとそばに持ってこいな、あ、喋るからね。ここに見える。これじゃ持って喋るんじゃ多いじゃねえんだよ。じゃあこう引きじゃないと、引きじゃないと全体映んないから。全体はどうでもいいんだけどね。それだ、はい。なんだよ、手こうやって、手こうやって。いいよ、いいから早く手こうやって。あんたこういいから、あんたこうできるんかい、あんたに。いいから手こうやって、片手で、はい、こうやって、こうやって。うるせえじじいだな、このやつ。ビック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 バーアタックってやって、はい。やだよ。早く。やだってくれるんだ。早く。こいつパクするんだもん、こいってくれる。言わねえから。悪いけど、俺も頭きてるから。あんたみたいなクズを抱えて、骨が折り切れない。本当に。私が死にたいぐらい悪いけど、いつも考えてる。いろんな、早く。いいよ、もううるせえな。ピザ買ってきてあげたじゃん。じゃあ金やるよ、このぐらいの金。唇切ってますよ、先生。切ったって構わねえよ、わかんねえよ。こう切ってないですか。切ってねえよ、バカ。ああ、ピザのなんか赤いやつがついてただけだ。ピザのサラミみたいなのがついてただけです。ピザのサラミがついてただけ。切るわけねえだんべ、切るようなことしてねえ。ああ、こんなにピザでこんなスカート汚して嫌になっちゃうね。クソガキで、どうしようもない。あ、ま、俺もうお腹いっぱいにした。食ってないともったいない。まだ1枚あるからね。ああ、いっぺんに食わなくちゃ知らねえよ、女に。ね、できるだけ早く食った方が美味しいですよ、うん、もうお腹いっぱいや、さすがに。何やってんだよ、お前。だって俺多分1枚ぐらい食ってるからね。いや、1枚以上食ったんじゃない。お腹いっぱいになってきた、さすがに。ああ、洗濯してくたびれちゃったんだけど。いや、安くない、これ600円だよ、俺が。余生だ、これ600円で安くない、これ。安くないって、そんなの頭いねえよ、今。600円安くない、これ。お前の借金考え。いや、600円でこれ安くないです。考えてねえけど。これ600円安くないですか。600円。借金抱えてよく言う。いや、600円安くないかっていう。お前さん、そんなこと言えねえよ。いや、600円安くないって。おめあれだいな、うん、私から貸した金もなせねえやな。いや、早く食べなよ、とりあえず。人の健康保険税もあるよ。いや、早く食べなって。これ冷めたら美味しくないよ。この金なんかなくなっちゃうよ、みんな。もうあんた冷めたら美味しくないから。あんた引き連れてきてらなくなる。こんなバカ。お腹いっぱいや、俺さすがに。お前も食ったから、めちゃめちゃ食ったもん。多分一個ちょっとぐらい食ってる。私3つだよ。俺もうお腹いっぱいや。こんなにいっぺんに食えるもんじゃないよ、この。オランウータンみたいに食ってよ、せさん。オランウータンみたいに食って、ピザ。あ、ミントさん3個あれっす、アイス。あれっす。なんか、アイテムもらって、ナイスとかしてるじゃん。アイスとかっつって。よせさん、早く、早く。よせさん、オランウータンみたいに食って。オラウータなんて知らないよ。オラウータわかんないの。な、猿みたいなやつよ。知らないよ、ほんま。
はいはい、オラウータンみたくて。なんでそんな顔して吹くわけ。面白いからじゃん、はい、食べた後ほら頭をこうウホウホホって頭かいて頭かいて片手で。自分でやればいいじゃない。ほら食べた後頭かいて。やだよ私は。よく言えるよね。300万円かからない。私どうするんか、かからない。もう金ねえかね、言っとくけどね。生きてくんのやっとだからな。悪いけど。あーまんまおばあちゃんさんから花火来たー。わいがわいがわいが。おばあちゃん、はい、あら、おばあちゃんしばらく。お前がお前がお前がアラブの石油王、ウィンズズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソーマ先生。ありがとう、おばあちゃん。あーそうおばあちゃん大丈夫？新潟すごい水がね。昨日デイサービスで見たんだけど、あのすごい被害が多いのよね、水のね。おばあちゃん大丈夫かさ、新潟だけど。大丈夫？ねえ。昨日見てたの、デイサービスで。新潟がすごいの。命がみんな壊れてあれして。だこの前さ、うん、来たじゃない、あのみんな、うん、俺ん家に、うん、どうしたんですか。いや、なんかあの女の子にサインしてもらったじゃん、うん、あの子議員なんで知ってる。知ってるよ、聞いたよ。でこれ、あ、みどりさんの彼女になるんだってよね。いや、そういうことじゃない。これからなるって言ってたよ。じゃあそれコメントでしょ。だからアルさんの次になるんだって。違うんかさ、アルさんいなくなっちゃったから今度はミドウさんがまた違う彼女を見つけたんだって。なかなか手が早いね、あなた、うん、おい、吉江さん見てこれ。いい、この子、この子だ、この来た、この子だよ、この前来たの。顔が出てるんかい。ほら、佐藤エリー議員だでしょ。どこ、ここちっちゃって、ここ、中にね、うん、いくら乗ってても同じ本を。この子ですよ、サインしてもらった、ほら、この前。ちょっとこれ、配信上ちょっと見せれないけど。いや、見せれるか、これなら見せれるか。ほら、グラビアだった、モデルだった。これは大丈夫か。ほら、サインしてもらったの、これこの前来た時。わあ、エビみてえだな。なあ、この人が何、グラビア界だったの。関慎吾さん。いや、あんだからこれ、NHK をぶっ壊す党の議員で、うん、で、うん、その人がグラビアやったみたいな。グラビアやってたんだ。まあ、やってたっていうか、まあ、議員のが先だけどね。でもグラビアが議員になれるんかい。いや、だからグラビアって裸なんだよ、あんた。違うん、まあ、水着とかっすね。そうだいな、まあ、ざっくり言うと、そういう人が誰、吉江さんに分かりやすく言うと、ああ、まあ、あの、なんていうの、まあ、ちょっと N 国ってちょっとクレイジーな人たちの集まりだから。あ、キチガイね。いやー、クレイジーはキチガイ。キチガイっていうか、まあ、まあ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 、言い方悪くしたらそういうキチガイが多いってことね、クレイジーじゃ。まあ言い方悪くしたらね、狂ってんだよね。だからで、それでね、あれ、中条清も出たいな。結構クレイジーな人の集まりだから、多分この週刊現代が、うん、なんかほら、やっぱりこう話題があるじゃん、こう議員が水着になったら、うん、こう話題がね、で話題が生まれて、これ雑誌が売れるかなってね、多分オファーしたんだと思うんだけど。そうそう、でこの人だったらいけるんじゃねっていうのが多分あったんだろうな。グラビアじゃねえ、うん、親子こじきだって、うん、ああ、まんまおばあちゃん、ああ、いつもありがとうね。おばあちゃん、変わったね、サネムがね。かわいいね。うん。ありがとう。R にそっくりバイバイ。
お腹いっぱいやもう。もうだめだ。お腹いっぱいだよもう。よせさん、これもういらないの。もういいや、払えて。俺もお腹いっぱいですけど。よせさん、もうお腹いっぱいですよ、僕。昨日はね、もう食えない。昨日はもう食えない。これどうしたら、あと1個余ってる、あれ。大丈夫だよ、いっぺんに食わなくても。あれ どうしたらいいの、あれ、あのままでいいの、あの常温でいいのかな。あ、ママ、おばあちゃん。ああいうのってさ、常温でいいのかな。おばあちゃん、常温で大丈夫で、うるせえな、バカ野郎が。おばあちゃん、昨日ね、デイサービスで歌うだったのよ。ほんで、歌ったことない歌だったのよ、歌ったのよ。あの、川の流れのようにね、あれ、あんま歌ったことないのよね。おしたらね、なんかね、気がおかしくなっちゃって、お腹いっぱいや。笑い出しちゃったのよ。あとはもう一つはね、五代夏子のね、恋バンカー。それはうまく歌えたんだけどね。うん。面白いね。だいたい2曲歌えるのよね、あそこ行くとね。2曲でね。カラオケ歌う人とか、ゲームやる人とか、いろいろいて。この前、みどりさん来たでしょ。うん、久保田学議員。うん。まあ、もう議員じゃないんだけど、あの人すごいよ。あのね、NHK のコールセンやって、あ、NHK じゃないわ。あの、N 国のコールセンってやってんだよ。知らねえ、ほんなの。それで月収いくらだと思う？1000万だよ。あの、コールセンターが50万なんだって、月収。ああ。で、それで年収600万じゃん。で、プラス多分配信の収入とかもろもろで、多分1000万超えてるらしいよ。ああ、いいね。じゃあ300万出してもらえば。お借りして。すごいね、なんかね、うん、俺は買ってねえ。吉江さんさ、NHK にお金、通信料払ったでしょ。通信料じゃない、払ってますよ、受信料。ああ、あれ、なんか多分口座引き落としになってるじゃん。ああ、あれ払わなくていいんだよ。じゃあどうしたらいい。あれを払わないで、ああ、で、それで NHK の集金人が来たら、あの、みどりさんに電話すればいい。ああ、そしたら、もし裁判とかやられても、ああ、あの、みどりさんのね、あの党が、うん、あの、立花隆が、隆が主党でやってる、あの、N 国あるじゃん。うん、あそこのね、党が、うん、全部裁判費用とか、うん、全部持ってくれるんだって。で、それの、こういうなんか NHK が来た時の対処、どうしたらいいのっていう、それの受付っていうか、コールセンターが、うん、あの、この前来たその、久保田学がやってる。うんうん、ま、おばあちゃん使ってるよ、プレゼント。うん、ありがとうね。おばあちゃん使ってるからね。歌うね、うん、歌う、あの、ほんと、俺払ってるよ、ちゃんと。NHK 見るか、見る内容だ。見るなって、払ってるんだよね。うち払ってますよ。うち払ってるんですよね。そう。うん、俺、身体障害者じゃないから。これ結構冗談で言ってんすよね。うち払ってるんですよね。ほら、ずっと払ってるよ、あんた。うん、払わない人いっぱいいるみたいな。年金が少なくて払えねえって。なんか払わなくてもでも。おだって少ねえんだからよ、ね、年金が。たまったもんじゃねえやな。見るなら払うのが当たり前。お前のだって俺の配信見て、じゃあお前投げたことあんのか、言ってもよ、この野郎。なあ。そういうこと言っちゃダメなの。俺の配信見てお前投げたことあんのか、じゃあお前。そういうこと言っちゃダメなの。NHK の受信料ってそれと一緒なのか違うのか。なあ。いいんだよ、なんでもそんな。お前じゃ俺の配信見て、お前は花火でも何でも投げたことあんのかよ、お前ね。そんなこと言うもんじゃないんだよ。いいんだよ、そんなこと。人の悪口言うんじゃないよ。ねえ。人の悪口言っちゃダメだよね。うん、よたっていいじゃダメよ。暑くないですか。暑くないわよ。何が暑いの。暑いっす。まあ、どうに暑いんだよ。どうに暑いって、普通に暑いだけでしょ。だ、暑いはさ、ドライとかいろいろあるべ。蒸すときはドライで。ドライは水気を切るやつやん。そうだよ。湿気を取るやつやん。そうよ。だからどういうふうに暑いんだっていうんやな。いや別に暑いだけですよ。ゆきりんにチュール買ってきてないよ。300万で5万円のメールがついて、ピザか買うって気持ちが私もわかんないよね。またやるんだよね。
これ何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 猫冷房をかけて、おばあちゃんが、おばあちゃんかわいいね、サネムね、うん、ユキリンにチュール買ってこようかな。イケメン、イケメンどこにいるん、ユキシンゴ、何やおめえ、おめえ本当 どうにやったら払うん300万なんて何を言ってんすか本当俺は知らねえかんねえ本当よ、これ何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 これ、ねこー金なんかないかんねえ、もっとよしえさんなんて書いて、あおばあちゃんちょっと 見損なっちゃったよ、ああお腹いっぱいだ、気持ち悪くなってきた、食いすぎて借金300万だって笑っちゃうね、バカだよね、うん、世の中の与太郎だいね、金の使い方わかんねえ、お腹いっぱいになってきた、相当バカだよね、暑い、ダメだこっちちょっと暑い、つければいいじゃないんじゃ、本当おばあちゃん借金あるんだ、うん、月の利子が5万だってね、どうに払うんかね、私もう払えないからさ、どうしようもないから自己破産でもすればいいじゃないね、そう思うよ、私もうお金ないからやってくにやっとだから、ほんと8万の年金でね、あの子に随分取られたでしょ、前も200万200万って2年前2回取られたのよ、400万よ、こんなに持ってるわけないじゃねえね、私がね、冗談じゃないよね、本当にやってきてるよ、本当に前200万ずつ払ったでしょ、うん、自己破産は何、おばあちゃんなんか吉江さん歌ってくださいって、はい、ありがとうございます、何がいいのかな、え8600万、何自己破産は最低な人がする、そうだよね、うん、本人が言ってたの、バカだよねあいつね、うん、あ、ありがとうございます、ありがとうね、ありがとう、私ね常にねあの子のこと考えると頭痛くなるのね、あの子抱えてるだけでね、なんかまたしでかすかなと思って、普通に行きたいのよね、うん、あー早嘆きっすね、この年でね、ありがとうございますね、おばあちゃんね、ありがとうね、まったくね、昨日はまったくあれだいね、あのひばりちゃんのある難しいね、あの川の流れのようにね、歌ったらね気が合わなくなっちゃったのよ、あの、あつこでね、うん、自分で笑い出しちゃったの、うん、もうね、慎吾のことは忘れることにすんのね、もう自分でやったことだからね、うん、え、この前か彼女とで、なんで金、なんでそんな借金あるのに女とデートできるの、そういう気持ちになれるの、考えられないね、ちょっとおかしいね、うん、あれ難しいのね、川の流れのようにはね、なんか最初難しいのよね、知らず知らずって歩いてきた細く長いこの道って言うんですよね、振り返れば遥か遠く
ふるさとが見える。大人の俺が言っちゃいけないこと言うけど、説教するってぶっちゃけ帰ら叫んでもなんとかなんとかで、ね、なんとかなんとか、それ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 、あれあれじゃん、あれあれ、それ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 じゃん。大人の俺が言っちゃいけないこと言っちゃうけど、説教するってぶっちゃけ帰ら、それもまた人生川の流れのように。大人の俺が言っちゃいけないこと言っちゃうけど、説教するってぶっちゃけ快楽。世間でもなってね。違いだよね、あんたね。人間じゃないよね。あんた36の人間になった方がいいよ、あんた。頭おかしいんじゃないの？うん。違いだよね、あの子ね。どうしようもない子だね、うん、私なんて大変よ、あんたね、健康保険ですごい上げられちゃってね、うん、どうしようもないよ、ほんと。まったく私ももう自分で考えると嫌になっちゃうのね。吉江さん体調大丈夫って、ちょっとね具合悪いのよ、あの借金があるってね教えてくれた方がいるのよ、手紙で。うん、あの人の言うこと本当だからね、いつもあのね、あでも吉江さんが作ったんじゃないからって言ってくれてね、救われますよね、ああいう言葉ってね、うん、なんで借金抱えるんかね、人一倍うんと金取っててね、皆さんにいろいろいただいてさ、普通に使えばねすごい残せるわけなんだけどね、借金抱えるってのはどういうのかね、私わかんないよ、あの子の気持ちが、うん、どういうんだろうね、女とデートしてたってよ、笑っちゃうで。おめ金どうすんだよ、おめそんなことしてませんよ、デートしたって、おめわし300万なんてないよ、本当に。自分だって生きていかなくちゃだからね、これから老後でさ。で今通販で買ってるもんみんなストップしてるのよ、足の薬とかね、今までいっぱい買ったけどしょうがないからね。慎吾1000万になるってよ、払わねえと。お前どうやって暮らすの？よくそう平気でいられるね、平常で。考えられないよ私、うん。あ、マンダコースもやめました、みんなやめました。あと両親分以上もやめたし、いろいろ取ってたけどね、自分のは全部やめました。うん、払えないから、払ったら自分が生活していけないから、もうお金なんてないからね。そうだよね、うん、でもね私はね、あのあれ生きてる限りこの家だけは守るつもり、この家を回していかなくちゃだからね。私が死んでからはもうどうでもいいね。おじいちゃんおばあちゃんに申し訳ないからね、こんなバカバカバカっ子を相手にしてるとね。あ、なんかアイスありがとうございます、アイスがなんか飛んでますけど、私わかんないんで申し訳ないね、うん、たぬきさんね、159号さんありがとうございます、うん。あ、ありがとうございます。最近一日さん。あ、そうなの？本当？おばあちゃん。そんな稼いだの？え？一日じゃないでしょ、おばあちゃん。おばあちゃん教えてよ。いろいろ。本当だよ、だって。な、一日でそんな稼げんの？え？本当ですよって。え、本当なの？そんなことできるの？ええ、まだね、あれなのに自動車税払ってないよ。え、自動車税も払わないでさ、あと県民税も払ってないよ。
私が払いな払いなって言ってるんだけどちっとも払わないの、うん、え、稼いでましたよって、そんな一日でそんな稼げるの、どういうこと、一日でそんだけ稼ぐってことは、え、何、財産を若息子に残すなよって、え、何、借金返済させてくださいだって、うん、そう、自分でするのが当たり前よね、私絶対払わないよ、私はもうあの子にうんと使われたからね、もう無理です、私だって暮らしていかなくちゃだからね、で、いつまで生きられるかわかんないし、長生きすれば長生きするほどお金かかるでしょ、だからね、あの子にはね、もう無理、私自分の子でもね、もう突き放そうと思ってる、お金がなかったら生きていけないからね、うん、そんなお金を粗末にするね子供なんか私もどうでもいいと思ってます、うん、それ本音ですよ、うん、全くね、うん、30万で30万あったらさ、どんどん自動車税と県民税払えよって言いたいよね、ほんと県民税も払わないよ第一期をね、私なんてね健康保険税8月2回ですよ、うーんとね2万7千とね、あの1日にね8月1日2万700円だ、2万700円払いました。あ、しばちゃん、あ、ありがとう、いつも吉江さんお久しぶりですって、ありがとうしばちゃん、これでね1月にね、じゃね8月1日にうーんとね2万700円払いました、で8月31日に1万6000、だから3万6700円です、8月だけで。信号消えちゃったけど、どうしたんこれ、信号、信号、信号、消えたんかい、これなんだ、もう消えねえんか、別に、なんかわかんねえんだよな、消えちゃった、また出てきたんだけど、何、消えたんだよ一応これが、消えたって何、わかんねえんだけど、あれをこっちよく持ってきた方がいいじゃない、こっちやで見ずれよあんた、うん、向こうのがいいよな、これのが、これピザ食ったんだから、これちょっとどかせよおめえ、向こう持ってけよおめえ、邪魔だな、邪魔なんだよ信号、全くケチな子だもないな、信号払いよな金な、俺絶対払ってやんないで、悪いけど頭が変だよなお前、ちょっとアップにするとおかしいやな顔が、もう年取ってね、もう白髪がすごいのよ、もう嫌になっちゃう、なんで私が配信やるんだおかしくないね、おかしいよねね、うん、増えてくよね、私どうしていいか分かんない自分で、私もそんな払えないから、本当に増えても私の責任じゃないしね、うん、もういいのよ、85じゃないわよあんた、まだ若いんだけど苦労が絶えないからね、あの子で85でもいいわよ、もうどうでもね、もう生きてる視野だらけだよ、もう頭ももさもさ、もうどうでもいいのよね、何の歌がいいですかね。
デイサービスね、私ね、